はい、今回の DTM 初心者講座はピアノロールという画面ですね。こんな感じの鍵盤が並んでいる画面なんですけども、この基本概要とそしてリズムですね。まだですね、リズムが全く読めないという方もですね、一からしっかりと理解できるような解説をしていきたいと思います。まずですね、こちら見ていただきますと 1,2,3,4 と書いてあります。で、この単位なんですけども、一度は聞いたことあると思います。小節という単位が使われています。例えばなんですけども、4小節目から再生するとか、8小節目にあるイベントを消すとか、そういうようなですね、作業の中でも頻繁に使われます。今ですね、1小節の間に箱を作って、ダブルクリックすると、こう、ピアノの方にアクセスできると。上にさらに数字が振られています。この頭だけちょっと見づらいんですけども、こちら1と書いてますね。で、1、2、3、4となっています。要はですね、1小節間がさらに4つに細分化されているという考え方ですね。試しにですね、ここに何か音を入れてみましょうか。頭と、そして2と、3と、4ということになりますね。これで再生して聞いてみますと、こんな感じに。そしてですね、今メトロノームが同時になっていましたけども、メトロノームと全く同じタイミングということにですね、注目してもう一回聞いてみてください。で、この箇所なんですけども、音楽の中で最も基本的な音符、四分音符の箇所を表しています。今ですね、長さがちょっと短いですけども、次の音符ギリギリまで伸ばしてみますと、こんな感じですね。一小節の中に均等にですね、4つ入っていると。これが四分音符と言われるものです。今ですね、メトロノームと一緒に演奏しましたけども、この速さですね、曲の速さを決めるテンポというのがこの上になります。今、146と書いてありますけども、これはですね、1分間の中に146回四分音符が入る速さということになります。例えばなんですけども、この数字を少なくしましょうか。89にしますと、1分間の中に89回四分音符。これがですね、入る速さということになります。再生してみますと、こんな感じ。って感じですね。で、これをですね、60にしますと、1分間の中に60回四分音符が入ることになりますので、1秒と同じ速さになります。で、この数字を上げていけば上げていくほどですね、1分間にですね、入る四分音符の数が多くなるため、テンポが速くなるといった形となります。このようにですね、まず四分音符というものが音楽を作る中で基本とされている音符ということ。この四分音符が4つ集まったものが1小節と言われるものですね。よくですね、こうバンド演奏なんかでドラマーの方がですね、スティックを叩いて、ワン、ツー、スリー、フォーとカウントを出していますけども、これもですね、しっかりとこの四分音符の位置をカウントしています。そのカウントを聞いて各メンバーがですね、一斉に演奏を開始したりとか、速さを把握しているため、統一性が出るといったところもですね、このカウントによって実現できるという形です。まずはこのあたりを覚えていただいて、次回はですね、これを基準とした様々なですね、音符を紹介していきたいと思います。といった感じで今回の解説はこれで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。ご視聴誠にありがとうございました。この動画が参考になりましたら、グッドボタン、高評価をお願いいたします。今後も動画を更新し続けてまいりますので、もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ウェブサイトや Facebook、Twitter なども更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。その他、動画の再生リストなども用意しておりますので、パソコンの方はもっと見るをクリック。スマートフォン、タブレットの方は動画のタイトルをタップしていただくとアクセスが可能です。また、スリープリークスに対する応援メッセージやコメントなどをいただければ嬉しいです。今後ともよろしくお願いいたします。